ちょっと僕も本当に不安なことがあって。うん。不安？うん。でもここ最近、こう、何ですかね、もうどん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 若手が出てくるじゃないですか。うん。YouTube やってると。YouTube、もうどんどん出てくる。もうあれよあれよですよ。はい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 。またちょっと一人見つけちゃったんすよね。え？出てきてる若手？これちょっとライバルだと。ライバル？これちょっとパイ食われるっていう。え？全然、まあまあ、それ何？身近なところで？いや、もう結構、今もうドズル社の再生バンバン取られてる人がいて。え？全然気づいてない。安倍晋三っていうんですけど。安倍晋三？安倍晋三？安倍晋三っていう新米 YouTuber 出てきたんですけど。めちゃくちゃ聞いたことあるけど、安倍晋三。うん、いやだから。新米 YouTuber？ 新米 YouTuber 出てきたんですよ。知ってます？安倍晋三は聞いたことあります。多分、うん、元総理、ね。まあ、元総理なのかな。日本って言ってますけど、言ってますけど、本人は。本人は言ってますけど。今まだ2本しか動画出してないんですよ。はいはいはい。3日前ぐらいに YouTube 始めて、2本しか動画出してない。登録者も15万人ぐらいいるんですよ。嘘でしょ？いきなり3日で？いきなり3日で。嵐か、エガちゃんか、本田翼じゃん。いや、それぐらいの勢いなんですよ。本当にもう。いや、だから、ボンさんもう抜かされてるんですよ。3日で。!3 日で新人に？いや、そうですよ。下関市の皆様へっていう動画が、うん、絶対下関のこの人口よりも多い人数見られてる気がする。そうです、下関以外かな。なんで出したことある、ボンさん、なんか。ない。出したことあります？千葉県、なんか千葉市の皆様へみたいな。なんとかさんへみたいな、ないよ。下関市の皆様へで20万再生いってるんですよ。分かった。それは違う。はい、それ俺は気づきました。なんすか。なんとかの皆様へって言って伸びるってことは、はい、謝罪でしょ。謝罪なら分かる。伸びる。謝罪じゃないです。謝罪じゃなくて伸びてるから僕危機感覚えてるんですよ。謝罪じゃないの？謝罪じゃないよ。謝罪じゃないよ。謝罪動画じゃないんだ。下関市の皆さんへっていうその動画で、下関市の人口が25万人なんですよ。うん。で、動画の再生が今現時点で1日前で20万再生されてるから。マジ？もう、ほぼ全員じゃん。ほぼ全員見てるか、だから下関以外の人がこっそり見てるからね。いや、こっそり見てんな、それはこっそり。下関以外が。いやー、これ強いね、やっぱ。うん、すごい。これはちょっと、本当に。ちなみに、うん、安倍晋三って人は、はいはいはい、マイクラとかやってない。まだやってない。まだやってないけど。まだよかったよかったよかった。これマイクラ来たらやばいぞって思ってますね。やーべえな、マイクラ来たらやばいぞって思ってますね。コラボだな、マイクラ来たら。したいですね、でもね。鉄線呼ぶわ。いや、だから、もう、あれでしょ。で、もう何やっても面白いもんね。やっても面白い。安倍晋三がマイクラやってみたで面白いもんね。面白い。正直、絶対見るでしょ、みんな。絶対見る。セキュリティハウスに忍び込んできたら面白いじゃん。安倍晋三は最強のセキュリティハウス見るでしょ、そりゃ。見るよ、みんな。見るよ。いや、強すぎるな。いや、僕もでもそうなりたいな、やっぱ。もうだって何やっても再生つくわけでしょ？あ、何やってもつくよ、何でも見るよ。見ちゃうな。安倍晋三のお金が欲しいもん。いや、だから、もう見、それも見ちゃう。それも見ちゃう。見る。だってその、ね。もう安倍晋三のエイペックスでも見るわけでしょ？見るね。エイペックスでチャンピオン取ったったみたいな。ね、見ちゃうでしょ絶対みんな。見るね。これは。何でもありだもん。これは強いね、ちょっと。うん、いやー、これは強敵というかもう、うん、無敵。ちょっとね、強いっすね。いや、だからほんとゲームだけは来ないでほしいって思ってますね。そうね。ちょっと一緒に。筋トレでもやっぱ強いもんね。リングフィット強い。リングフィット強いでしょ。安倍晋三のリングフィットは強いよ。いや、強いなそれは。うん。強いよ。メントスコーラもちょっと見てみたいもんね。事務所入ってんのかな。いや、だからそこら辺もね、その、そなんか見てみたいですよね。安倍晋三じゃなくて、エペ晋三、うん。やかましいわ。ちょっとね。やかましいわ。
ドツボザレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。